県の観光プロモーションが行われたのが、外務省がイギリスのロンドンに設置している日本の文化発信拠点ジャパンハウスです。先月25日から27日までの3日間行われ、およそ140人が訪れました。会場では世界農業遺産に認定されている国東半島宇佐の農業文化をテーマにしたワークショップなどを開催。工芸作家の岩切千佳さんが七島藺を使ったしめ縄作りを披露するなどして魅力を PR しました。We need to go there and also to connect the craft today as well, wanting to go there and learn by hand、to understand the craft more. Also, you can have to experience to understand. 県では来年開催される大阪万博を見据えて、欧米などからの観光客誘致に今後も力を入れることにしています。